焼き鳥でいいんじゃないか。イカとかあるの、焼きそばとかあるよ。すごい。庄屋どこかな。あるし。でも節電を耐えてるよ。そう。ええー。いやー青年。焼き鳥つく3回目。大変だね、そりゃ。うん。こんにちは。ああ、ご苦労様です。こんなに暑くないね。いや、そうか、いや、いい。もうしんどい。はい、こんなに買ってきました。はい、いただきます。食べます。私も何か、そうだよ。うわ、ほら、それ醤油煙の中やってた。焼酎焼いてくれた、焼いてたの。うん。わあ、それはまた格別に美味しい。ごめんねって何？食べちゃうよ。これすごくない？これ。これすごい。美味しいよ。美味しいよ。いいの。うん。まるたけ。これ全部同じ？味。うん。じいちゃんにもつついたの？美味しいよ。うん。うん。美味しい美味しい。贅沢だね。スブック最近あげてないでしょってね言われたの。あら、あのばあちゃんのって言われた。え、マジか。あ、負けた。誰に？あら、うん、いっぺん、うん、いいね、おいしいね。孫が焼いたから孫がおいしいんだ。いっぱい食べちゃおうっと。一本食べるも二本食べるもごちそうさまだからいっぱい食べましょう。うん。焼きそばも食べて。焼きそばもあるね。焼きそばにソーセージ。焼き鳥。なんだ。焼きそばでした。落ちちゃった。ソーセージ。わあ。これ辛いの？あ、なんかね独特な味。これ何？ピリ辛か。本当はマーボーナスなんだけど、なんか違う、いつものマーボーナスじゃないなんか。うん。だから。うん。いや、焼きながら味見程度に食べてる。忙しいね、あの気持ち。うん。豚串焼いてたの。どこで焼いてるの？切って中へ運んでくる。いや、それ買うの外でみんな。うん。中で。裏だから、裏と前、ま、前と後ろになってて、前の人が焼いたんでね。うん。焼きがかり。焼いたら前の人が入ってあげて。古民館で？超の古民館かい。わぁ。これ車もあまりいらないけど。いや、でも裏に止めるのね。フリッキン吸い込まないとダメだね。今日の夜ご飯です。夜ご飯です。何回もいただいてるから、うん、いただくよって言うんです。うん、焼き鳥食べなのか。あ、食べて。いいよ、食べたの。あ、食べたよ。食べたの。うん、バターと麺食べていいの。あ、いいの、いいの。カツとね、もうナスビ食べるから。まだあるよ。やだ、辛いもん。
そしたら頑張って食べよう、うん、頑張って食べるの最後の1本、はい、最後の1本一本締めで食べ、あら一本締めで食べましょう食べて食べて、はい、うん、ほら手のりばあちゃんこれ手のりばあちゃん乗ってる、いや、あ、顎乗ってる、あれ顎乗ってる、あれあれ顎、いや辛い子の中で本当に、これマメさんに日野翔平来たんだって、あ、自転車の旅ふらりと、うん、よしよし、最後の食べ終わり、食べ納め、食べ納め今日食べないわけじゃない、今日の食べ納め、今日の食べ納め、ごちそうさま、ハンバーグちゃんはこの動画が良かったらチャンネル登録と登録お願いしますまたねー、ごちそうさまでした。